超液太郎です。宝塚、あの宝塚のお話です。あの、やはりこれはね。 伏線があって、私、何度も宝塚が素晴らしいよということを言ってきたつもりなんです。その上で言わせてもらいます。何度お前急に言ってんじゃねえぞじゃなくて、私はこの宝塚っていうのは一通りの見識と知見を持ち合わせております。あの、な、専門家っていうわけじゃない。お金を払って見に行っていたっていうことですね。昔、10年ぐらい前に。なんでいろいろ仕組みや構図も分かっている上で言うんですが、まあ本当はその当時からおかしいぞと、この組織のいがみはあるぞということを分かっていたんですけど 言えない状況。これはまさにジャニーズの時と一緒のような形で、不安の形成している状況がもうジャニータ、ジャニオタどころではないので、やはりここっていうのは踏み込めないな。でも、このような形がずっと続くわけないということを分かっていたんです。昔からあった訴訟が、えー、いじめの問題で、要は、えー、生徒側の方が、あのー、学校相手取って訴訟をして、 勝訴しているんですよね。だけども舞台に上がることはできなかったとか、いろんなそういうものはあったんだけど全部隠蔽されていたっていうことなんです出そうもんならっていうことなんです。確かに、その、えー、内容とかそういったものは芸術的にもうその、 舞台の演出上のことは素晴らしいということは言うまでもないけども、現代社会において、まあ、言っちゃなんですが、女の子たちが、その集団の中で寮生活という形で、冷えらる気がある中でやっていって、うまくいくわけがないわけですよ。で、うまくいくことがなく、全部円滑で全てがいけれるわけがないことなんだけども、時と、世の中の進化と、この、えー 発展が止まってるような形をしているわけですね。それはやっぱりなんか圧力はあるだろうということになって今回ね、尊い命がなくなるということで、もうこれも、まあ隠蔽したかったんですよ。なかったことにしたかったんですよ。ところがもうそうはいかないよと世の中が。ジャニーズ問題しっかり、ね、その劇団員のマインドもそう。公演が休止になっていると。 過去にあまりなかったことなんですよ。で、ここでしっかりと検証しないとまずいということ。もう、全く様相が、ジャニーズ事務所のこととよく似ていると。男と女の、ね、性別の違いがあれど。まあ、ジャニー北川氏はそもそも、この宝塚版の男版を目指すというところの意向があったってことは、まあ、これは本にも言ってますからね、あれなんですけど、その本気本元である宝塚がどういうふうになっているかっていうと、 今回、お亡くなりになった方のことでも、伏線があって、えー、先輩から、この、アイロン、額にね、アイロンを当てられる。そんなもん自分でやったとか、いろんなことがあって、そんなもんアイロンが勝手に額に当たるわけでもなく、ね、押し付けられてやけどっていうこともあって、まあ、あの、週刊誌でも出ているんだけど、なかったことのように、っていうふうになっていくわけですよね。うん。で、ここは、そうですよ。何が問題かって言ったら、ね、 えー、駅から降りて、駅の改札から降りていくと、もう今最近ちょっと私行ってないで分からないんですけど、えー、トップスターの方たちの大きいパネルと、その彼女たちについてるスポンサーの銀行やら何やらってね、ね、ついてるじゃないですか。さあ企業さん、ここですよ。コンプライアンスと人権の問題。これでもスポンサーになりますかやりますかって話ですよ。これ。ね、大企業さん。 こういうことが横行して、いじめがあって、えー、自分で命を落とすというところまでなっていて、疑いがあるんですよ。疑いがあってもまだ応援し続けますかここからですよ、崩れていくのは。はい。ね。チケットが買いたくても買えない。ね。おかしいですよね。一部の人たちを買い占めるとか、誰に通さないと売らないとか、売れないとか。ね。全く前の方には座れないじゃないですか。 どういう風な買い方しても。なんでおかしいですよね。ね。そうなってくると、個人的にやったディナーショーだとか、バーホールでやった方は入れるんだけど、ね。買えないじゃないですか。行けないじゃないですか。前の方の座れないですよ。どうやったって。なんでですかね、これ。ね。えー、その、劇団員の人たちに何かをね、この、 まあ、その時は私は言ってましたよ。統率が取れてどうこうと。同じ服を着て並んで声をかけてはいけない。それはね、言い方してればね、美しいものかもしれないけど、あ、そんな風なんだと。ね。新しい人は入ってきれないですよ。ね、ここです。お父様、お母様方。ね、自分の可愛い娘さんをね、そんなところに何年間も入れて、そうやってやっていって、ひょっとしたら、ね。暴力を振るわれるかもしれない。アイロンが額に。ね。ひょっとしたら、 ね。もう、そこは飛び降りの名所だって言われるようなところに立たせるのかと。そこの淵に立たせるのか。まあこれ、毎年倍率がすごい高くてって言ってね、合格する涙ながらのと、ああいうシーンがあるけども、おかしいんじゃないんですかっていうふうにそろそろ思わないといけないんじゃないですかっていうことです。ね。自分の娘をそこに入れることが正しいのかそれは何ですかあなたたちの欲なんですかね。 ジャニーズ事務所に入れたね、お父さんお母さん後悔してると思いますよ、今こんなことになって。ねえ。私はそうなるのがね、近く、近いと思いますよ。宝塚も言わないで言わないで来ましたけど、本当に言うのが怖いんですよ、私みたいなものでも。でもここで言っとかないと、ジャニーズの時も私も忖度して言わなくて、叩かれて、その、なんかすっごい、こう、喋るんじゃねえみたいな、うわーってなっちゃって、うん。で、黙ってたんだけど、結局これ。 やっぱり勇気を持って言っとけばよかったっていうのがありますから、その二の前はね、同じ鉄を踏みたくないので言っときますが、まあこれテレビの方でも報道し始めてます。週刊誌の方たちも頑張っています。こういう時ですよね。だってこれ本当に命を守らなきゃいけない。隠蔽しよう何か喋ったやつが悪いっていうひどい体質ですよ。 でここを応援する企業の皆様、これは良かないですよね。自分たちの会社のコンプライアンスを,とを当ててみたら、こんなことありえないことを、あなたたちが応援しているところはやっているってことですよ。じゃああなたたちも一連拓殖ですよ。ね。ジャーニーズの問題見てくださいねえ。グローバル企業、パッと撤退しました。ね。うん。そういうことですよ。ね。私が偉そうに言うのもなんですが、私も違う形でね、やり直すのは今だと思いますよ。 その内容が、そういうふうに全量性に入れてガチガチなあんなふうにしなきゃできないんだったらやめたほうがいいですよ、もう。うん。違う形でもっと自由でわかりやすく、ね。何年間もそこに入ってやんなきゃいけなくてできないようなものの、伝統的なものなもう崩れた方がいいと思いますね。人の命を犠牲にしてまでするようなものではないと思ってます。はい。ね。私はこれを言うのに、どれだけの日にちと日地をかけて、この、 覚悟を持って言っててるかなんだお前が言うんじゃねえぞって言うかもしれませんけど、言って、言わないで後悔するよりも、言って後悔の方がいいと思ってやっております。以上です。